とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきます。今シーズン、難しいです。今シーズンは難易度が高いですね。注意してください。一回入りましたら、働き鉢をつけてください。働き鉢がとにかく重要です。ちょっと待って、敵が出てくるとこ見せた。とにかく、まずはエンチャンターとジオマンサー、こいつらを、なんとかしてください。じゃないとやられると思います。まずはこいつらをなんとかしないといけませんね。 OK、 とにかくジオマンサーと、エンチャンター、あいつらさえやっていければまあまあ全然倒せるでしょう。よし、あと2体ぐらいかな。こいつか。よし、で1回クリアです。1回で回復のトーテムですね。まあ別に取らなくてもいいんですけども、ないよりはマシぐらいな感じだと思っといてください。最初のこいつが結構強いのでHP 削られますもんね。あそこで、回復ができるっていうのがちょっと大きいかな。で、あとは、下からぐるっと回っていけば OK です。あと蜂がね、どれだけ出てきてくれるか、それによって難易度も変わってきます。あと2体か。で、序盤は、矢を結構使うんですよ。なんで、矢がたくさん出れば、結構簡単にいけると思います。で、ここで、コグクロスボウを取っていきます。で、エンチャントは、毒の雲、そしてヒューズショット、この2つを入れておいてください。で、3回、クリーパーが出るので、注意です。クリーパーが、出ないような場所を陣取って戦うといいですね。 OK、まあ、出る場所っていうのは決まってるので、そこをちょっと注意して、やっていってください。よし、 OK、ここはとにかくクリーパーです。クリーパーがなんとかなればいけると思います。OK、で、あとは反対側ですね。クリーパーがいるので、まずは爆破してあげるといいです。よし、ゴー。危ね、危ね。急に囲まれた。無理せず、進んでいってくださいね。これはできるだけ早く行くようにやってます。で、ここで、影の断片を取っていきましょう。で、上に向かっていきまーす。ここ下に落ちないようにですね、2回ダメージを受けてしまいますので、下には落ちないように注意してください。ここもね、結構敵が一気に出るような場所なので、注意して戦っていきましょう。特にこの赤いやつがとにかく耐久力と攻撃力が高いです。よし、この赤いやつはちょっと注意ですね。ということで4回クリア。無理に進まないようにね、下に落ちたらもう終わりなんで。で、ここで強化メイルを取っていきます。武器でもいいと思うんですけども、ここは防具を持っていった方が安定感があると思います。で、攻撃はもう武器は弱いんですよ。なので弓をメインに戦っていくといいです。 OK、 いいね。ヒューズショットがね、結構いい感じに入ったら気持ちいいです。危ねえ。この回復のトーテムのところで戦
戦えば、まあまあまあそれなりに、ほんとそれなりだけどね、回復しますので、安定するとは思いますよと。はい、今回クリアでーす。次で、ここで守護のトーテム取っていってください。守護トーテムですね。あ、で、エンチャント、一応入れます。トゲですね。で、ここも敵多いです。なので基本的に弓を多めに戦っていくといいです。よし、オッケー。本当ね、序盤はこの弓が本当に重要です。弓で戦わないととてもじゃないけどきつくなりますので。オッケー、いいね。お、いいね。めちゃくちゃいい。いい感じに矢が出てきてくれてます。よし、はい、トゲの反射がいい感じで、6回クリアで、ここで、ドラ取っていってください。守護のトーテムはもういりません。変えていっちゃってください。で、基本的にはもう近接の火力はないので弓で戦う感じですね。危ねえ。はい、ずっと欲しいな。はい、OK。でも戦えるところは近接でね、一応戦った方がいいです。やっぱ矢はね、制限があるので、極力は近接で戦っていきましょう。うん、まあ、敵はひるむんで全然倒せるとは思います。で、あと上にもう少しいて、この回はおしまいですね。もうほんとね、今シーズン敵が多い。ほんとどうしたっていうぐらい敵が多いですね。で、7回クリアです。で、ここ何もいりません。防具とか欲しいけどね、取りません。取らない、そのまんまで OK です。で、こ、風機械を極力早めに倒したい。こいつをね、うまいこと倒せればだいぶいいんですけどね。で、敵はここら辺にいると結構落ちてくれます。ここ、なんである程度これ減らしてあげるっていう手もありますね。やっぱ鬱陶しいな。あぶねえ。はいはい、あ、やば、あぶねえ。あぶねえ、落ちろ。 OK。 今回本当矢がねたくさん出てきてくれるのですごい楽です。本当だったらここでもう残り 2,30 発になる時だってあるんでね。はい、で、ここでようやく武器を変えます。クレイモアですね。で、エンチャントは、追い打ちとエイリーです。元の火力を上げていきましょう。今回は影の断片があるので元の火力を上げていくとだいぶ強いと思います。いいね。しゃあ、オッケー。で、この強化メールのね、ダメージ無効がかなり最後の方まで、後の方まで使えるので、全然 HP 以上の働きをしてくれます。で、ここで、コククロスボウをパワーアップさせましょう。で、ここネクロマンサーが出るのでそこ注意ですね。ネクロが出る場所を覚えてるとだいぶ楽だと思います。あー、危ね、エンチャント入れてなかった。エンチャントを忘れないようにしてください。毒の雲と火属性ですね。で、毒の雲を多めで
いいです。ちょっと待って、ちょ、入れてたらもうちょっと楽だったはずだ。よし、あと2、3体でおしまいかな。終わりか。あ、いた。はい、ということで10回終了です。エンチャント入れ忘れ注意ですね。もうとにかく、ネクロマンサー早めに倒しちゃってください。で、ここで虚無の矢筒回復のトーテムと変えていってください。いきましょう。とにかくこの矢筒でガシガシいって OK です。で、エンチャンターは早めに倒すこと。まあまあ、これはどこでも鉄則ですね。 OK、 よっしゃあ、もう一気に出てきてくれるのでクリアは早いです。次、何もいりません。で、ここも下から、何体か向かってきますので、コングクロスボウを使ってよし倒してあげるといい感じですね。もう来ないかな。ああ、あと2体ぐらいいる。 OK、 よっしゃ、おお、ナイス。今回ほんとね、運がいい、すごく運がいいと思います。よっしゃ、よし、いいね。エンチャンターいるので見逃さないように先に倒すようにしてください。おお、まだいたか。よし、12回終了。ここ何もいりません。で、ボスですね、プレステ版は下から倒していきます。スイッチはどっちか分かりません。ドラと、よし、あの影の断片を使って一気に倒すといいです。あの影の断片を使って2発目を当てれれば、ほぼワンパンで倒すことができます。 OK、 倒した後はゴーレムに張り付いて攻撃させないようにして倒せばいいです。で、13回何もいりません。次ですね、これボールが結構初期のやつ使ってるんですけども、全然大丈夫です。全然途中で取るやつよりも断然こっちの方が強いので、これを使い続けて OK です。あーお、あ、ミスった、ミスった、何やってんの。よし、 OK、 ナイス。あぶね今の一発もらってたらやばかったね。よし、やっぱいたね、こっちいるなと思ったら。で、こいつでおしまいでしょう。はい、14回終了。で、ここ防具取りません。取らない。もう一回ね、ここの階層だけ頑張って倒してください。エンチャント入れてね、エンチャント、うん、クレイモアを強化してあげるといいです。鋭利で元の火力を上げてあげると結構いい感じにいけると思います。よし、ほんと今回はね、よし、影の断片があるので、よし、だいぶ戦いやすいですもんね。ある程度の戦力差があっても影化しちゃえばなんてことないんで。おお、ラッキー、めちゃくちゃラッキーだね今回。矢がいっぱい出てきてくれる。200本、これは心配ないですね。で、ここで勇者です。
防具をようやく変えます。ポーションがやっぱねたくさん使えるってすごくいいですよね。でこの影の突撃、これが重要です。影突を3まで入れておいてください。ソウルの溜まりがもう全然違います。マジで一気に溜まるんで影突は重要。よっしゃー、敵をね3、4体まとめて倒せば一気に溜まりますんで、なので結構弱いやつらが集まるところで攻撃するっていうのが重要ですね。終わり。今は影突2なんで3だったらもっと溜まりますね。16回終了。何もいりません。で入れれますね、影突入れちゃってください。で17回で商人です。ここでクレイモアをあげます。はい、何がついた？いや、アンチャンティングいらん。意味がないやつがつきましたね。まあ、意味がなくはないのか。でもまあほぼないですけどね。ほぼ意味はないですけど。よし、 OK。 でここは影突チャンスですね。弱いやつらが出てきますので、そこで、影化して一気に戦うといいです。危ねえ危ねえ危ねえ、危な。オッケー、ちょっとやられそうだった。油断してるとダメですね。影突のことばっかり考えてるとやられそうでした。んで、ここキノコです。キノコを取っていきましょう。虚無の矢筒いりません。そんな強いボスいないので虚無の矢筒は今回は、いらないかな。それよりもキノコを取って、ボスも道中も楽に進めていった方が安定すると思います。 OK。 はい、よし。矢も全然あるね。ま、ああ、いた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 。ミスった。でも、勇者なんで、ポーションの回復が早いからね。すごくいい。よし。あと1回の発生かな。よし。終わり。19回終了。何もいりません。で20回、ここもクリーパー、急に出てくる時あるのでそこをちょっと注意していってください。まあまあこのアーティファクトだったら全然いけるとは思いますけども、まあほんとねアーティファクトにね恵まれてる。よし、オッケー。でまた矢が出てくるし、すごくいい。よし、あと1回か。倒したもんと思ってた。はい、終わり。20回終了。でここで弓を変えます。乱射ですね、乱射に変えちゃいましょう。ちょっと待って、影突、あ、3入ってるね、よかったよかった。影突は絶対いるからね。でここ乱射でマルチショット入れてください。でプラスで、光ですね、攻撃したら回復するやつを入れちゃってください。でここも下から倒します。一気に倒せるように2発目を当ててください。そうするとワンパンで倒せますんで、一発目を当てるとちょっと時間かかりますね。
まあまあかかりはせんか。うん、まあ2発目を当てるように、やってください。何もいりません。でユニーク商人ですね。ここで勇者をあげます。英雄になりました。まあ英雄の性能はマルチじゃないと発揮されないんですけども、まあいいでしょう。はいはい。でねエンチャントを入れてください。光を3です。回復量が違うんでね。でここもね結構強いんですよ。難しい。うん。なんでもうキノコとあぶね、おいおい、キノコと影の断片とかをもうフルで活用して戦っていきましょう。オッケー、いいね。ここはもう出し惜しみなしでもう一気にいった方がいいです。もう本当にここね難しいんで出し惜しみはなし。多少ソウルが減ろうとも全然 OK。 ラスト OK。 よし、はい。あれもう一回？あ、違う、上にいるんだ、エンチャンターが。はい。おしまーい。23回結構難しいと思いますけども。まあまあ、慣れれば大丈夫でしょう。23回何もいりません。で、落石注意でーす。落石は、まあ確実に。当たらないように。と言っても、まあ当たるときは当たるんですけどね。まあ極力当たらないように、やっていってください。オッ、これ、今回段数の心配全くないね。うん。めちゃくちゃあるもん。段数の心配はございません。まだ出てくるね。よし、もうソウルはマックス。 OK、 いいね。終わりかな。まだいたまだいたわ。よし、これで今度こそおしまいか。24回終了。で武器変えましょう。ボーンクラブです。ボーンクラブにしちゃってください。エンチャントはクリティカルと衝撃波、この2つがいいと思います。で最初にこの穴を開けといてあげると、あとあと、そこに落ちるやつとかが出てきますので、まあ、お得なので開けておいてください。まあ、自分が落ちないようにね。うん。自分が落ちないように注意ではあります。OK。じゃあ、あっち側ちょっとめんどいな。よし。まあ、ああいう敵が、いるところは、影化して、攻めていけば OK ですね。はい、 OK。 しゃあ、待って、はい、結構いるなやっぱりね。でもこれで下は全部倒したでしょう。あとは残りはこっちだけか。OK、 25回終了。んでここですけども、キノコ別に取っても取らなくてもいいです。うん、 0. 点何秒か、継続時間が長くなりますけども、俺は取らないです。うん、 0. 点何秒のためには別に取らなくて
いいと思います。で衝撃波を今最大まで上げました。いいね。でここもね、あの地味に敵多いんですよ、すごい多い。なので一応注意して戦っていってください。おお、本当に今回矢が出る、矢が出るね。よし、ほんとラッキー今回。もう450本、こりゃすごいわ。報酬何もいりません。で27回、ここもまあまあまあ敵は多いけども問題はないでしょう。あんま近づきすぎない方がいいですかね。ああ、結構後ろの方からチク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 やってた方が安定するかな。まあキノコ使ってもう一気に攻めるっていうのも悪くはないとは思います。あぶね、今みたいにちょっと隠れてね、クリーパーが突撃してくる時があるんで、そういう時だけはちょっと注意してください。今の完全に見えてなかったから。報酬何もいりません。28回、 OK、 ここも特に問題はないと思います。キノコ使ってガシガシいけば結構ねまとめて湧くけども大丈夫でしょう。 OK、 あーいかん回復使わんのこうと思ったけど全然必要だったね。よし、こっち行け。よし、はい、終わり。28回終了。でここで乱射を新しくしていきましょう。で商人で、ボーンクラブですね、火力を上げていってください。で持ってボスですね。エンチャントをね、弓に入れておいてください。武器はもうね、旋風ついてるんだけどもほぼ当たんないもんね、なんでつけなくていいです。弓にはマルチショットと長弾、そして追い打ち入れておけばいいです。はい、まず1体ね、速攻で倒してあげるといいと思います。はい、ということでおしまいですね。なんかいいのこい、微妙物が良くないもんな爆発さん。あー、いやいや、もうハイランドがねそんなに強くないから よろしくないです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。